吉田智発見動画チャンネルの吉田智です。今日は12月の20日ですかね、になります。月曜日の朝なんです。月曜日の今昼に近い時間ですが、今日は朝の時間町田市民病院に行きました。なぜかと言いますと、眼科の検査で行ったもので、以前この白内障の手術も随分と前にやったんですが、その後片目だけこの再発する、表面が濁りが出るということになりましたので、レーザーで半年前ほどに飛ばしておりました。レーザーで飛ばすという手術をやっておったんですが、その検査に半年後に今日見てもらいまして、異常なしということでありました。目の方はこれで非常にこの健やかにしておるんですが、眼鏡が随分と傷んでおりますので、この傷が入っております。表面のコーティングに傷が入ってますので、見えづらい状態になっています。また今日はそれ以上にこの検査のために瞳孔を開く目薬をさしてますので、この目の表面の大きさじゃなくて瞳孔が拡大をしてます。眩しいところが見るのがほとんどできない状態になっております。ちょうど今は比較的西、西南、北西の方向を見てますので、光の強さはそれほどありませんが、それでも窓から外を見ると非常に眩しい状態になっております。まだしばらくこういう時間的にはしばらくこういう状態で、今朝は車も運転せずに過ごしました。市民病院の皆さんお世話になりました。また半年後にお世話になると思います。検査のためにお世話になると思います。よろしくお願いいたします。ありがとう。